石田三成の軍勢は連合軍の前にあっけなく敗れた。だがそれはアレスやアテナを欺く策。三成はどうしてもこの機に連合軍と接触したかったのである。連合軍に下った大谷義継と前田利家はとある地図を差し出す。そこにはアレスと組む宗妃が所有している城が描かれていた。その城の近くには三成の主豊臣秀吉の領地がある。すべての情報を見た島左近は自ら出陣を志願。地図に描かれた城を目指して進軍する。この時点で三成の意図を理解していたのは彼一人だった。敵はまだ防備を固めきっていない様子。我々がいきなり攻め込むとは思っていなかったのだろうな。ここまではうまく運んだか。悪いが俺たちは三成から別の依頼を受けている。少し外させてもらうぞ。そもそも俺たちが最初から一緒に戦ったら怪しまれるしな。用事が済んだらすぐ合流するぜ。わかりました。それじゃ全力で宗妃さんの城を落とすとしましょう。やはりあそこは宗妃さんの城のようですね。予定通り攻め込むとしましょう。先陣は私に任せて、暴れ倒してやるわ。なぜ奴らが攻めてきた。情報が漏れているのか。高徳、利権、城の守備を任せる。承知して撃ちた。でも最近三成殿の様子がおかしい。義継殿も敵に捕まり行方知れず、嫌な予感がするぜ。はあ、しょっ。孫権さん、本陣の守りをお願いしますよ。この後多分敵が来るんで。引き受けた。孫家が力を合わせて守りきろう。ルクイトソー受けてみろ。受けてみろ。人の差がありすぎる。いいぜ、その調子だ。受けてみろ。我が策では止められなかったか。通してもらうわよ。結構いい男じゃない。ありがとな。けどここは戦場だ。止めさせてもらうぜ。宝徳殿、敵の動きが妙だ。俺は一旦引くが、あんたも気をつけてくれ。承知した。そなたはいかにしてこの城のことを知った。さて何の話ですかね。Don't!
戦でソロを取ろうかな。遅れてしまうの。無事だったか、葬儀。城内まで侵入されているようです。情けない姿ですよ。無駄口はいい。援護する気があるなら迅速に動け。秀吉、そのまま敵を囲み本陣を落とせ。言われんでもそのつもりじゃ。みんな頼んだぜ。お出ましですな。思った通りだ。援軍交代、本陣を守るんだ。見事だ。その調子で奮戦せよ。俺の負けだ。佐古、本陣は孫悟の兵が守っている。援軍で援護する必要はないぞ。いや、殿のことです。清正さんや正則さんには何も明かしてないはず。そうなると彼らは本気でこっちを攻めてくるでしょう。佐古、お前は三成の軍師、共に秀吉様を支える仲間だろ。だとしたら俺の行動は間違っちゃう。なんだと。清野さん、一旦下がり。人を受け、分かった。増援を出そう。これで左近たちの勝ち目を。俺に歯向かった罪を思い知る。おお、偉いのにやるわ。左近たちはこの城のことを知ってたみたい。三成もここに敵が来ることを分かってたようだし。もうみんなで隠し事して。だったら私はここを動かないよ。あそこに敵がいるわね。さあ行くわよ。行くぞ。はっ、はい。策の練り直しだ。俺が叶う相手じゃねえか。俺に勝てると思ったのか。敵も踏ん張るもんじゃのう。どれ、増援でダメ押ししたるわ。それでいい。奴らがいつまで耐えられるか見ものだな。敵の勢いも侮れませんね。その方がやりがいもある。虎の力見せつけてやれ。よし、集大、その調子で進むのだ。ねえ、あなたたち三成と一緒に何か企んでるでしょう。これにより、あ、もう他の敵に伝わる前に倒さなきゃ。我が知略に挑もうとは無謀だな。しろよ。これぞ無双。私の知略が破れようとは。お見事だな。敵のてっぺん張ってんのはてめえか。ぶっ飛ばしてやる。
かなか威勢がいいな。この孫文大が相手をしてやろう。マサノリ、一旦引け。そんな避けずすんじゃねえ。引くのは、あれは俺の意志だからな。見事な戦ぶりだ。攻撃戦、時間はだいぶ稼げたな。どうだ、タコ。そろそろ頃合いでしょうな。敵は後退したな。よくやったではないか。ならば褒美をもらいたい。まあいいだろう。何が望みだ。あの男の力だ。秀吉様こそが人の王ならば、俺と同じくあの男も秀吉様に忠誠を誓うべきであろう。それは気まずそうな顔じゃな。もしやあいつにも同じ約束をしとったんか。だから言ったであろう。その浅はかさはいずれ白日のもとにさらされると。わしら人間はお前たちにとってはただの駒。一体本当は何をしようとしとるんじゃん。余計なことを聞くな。逆らうな。もう貴様になど用はない。秀吉様、ここは私が抑えます。まず手はず通り。よっしゃ、分かったで三成。みんな、サゴンたちと協力してアレスを撃つんじゃ。嫌な予感が当たったな。最初から三成殿が裏でいろいろ動いてたんだろう。誰が敵に回ろうとなすべきことは変わらない。宗妃殿は必ずお守りする。宗妃殿、遅れて申し訳ございません。長春愛、ただいま到着いたしました。状況は見ての通り、秀吉たちが寝返った。奴らを近づけるな。裏切り者は厳正に処罰いたします。アレス、わがままな子はお仕置きだよ。さ、みんな行くよ。ルネ様、全部知ってたんすか。いや、サコンや三成の態度を見て察したんだ。それに比べて俺たちは頭に血が昇っていたのだ。秀吉が寝返ったところで我らの優位は揺るがん。全ての兵を出せ。奴らを殲滅しろ。あいにくだが、お前たちの兵はもういない。三成、アレスの伏兵は片付けたぞ。あとは残っている連中だけだ。もうこそこそ動く必要はねえな。思いっきり暴れてやるぜ。よくやってくれた、義経。そしてありがとうございます、利家殿。乳母垂、タイナ。大丈夫か、お次。今行きますから。こっちはまだ持ちこたえられるわ。先にお進むと利家を助け取ってくれ。分かったよ、お前様。けど無理しちゃダメだよ。お前様がやられたらおしまいなんだからね。サク、ケイ、お前たちで曹操の息子を倒してこい。もしれ、やってるぜ、ケンタン。わかりました、必ずや成し遂げましょう。
が部に挑め。トシエ殿、ご無事で何よりです。悪いな、お前らには何も教えず進めちゃってよ。こっからは一緒に反撃と行こうぜ。申し訳ございません、おねね様。叱責は口止めをしていた三成の方で。正々堂々勝負だ。三成、お前とはいつかやり合うことになると思っていた。奇遇だな、そう。俺も同じ予感を抱いていたぞ。見上げた野郎だぜ、お前は。左近、よく俺の意図を察して動いたか。こんなの試し前ですよ。殿との付き合いは長いですから。バカ力だ、まるでクマだぜ。そんなことまでピンとくるな。ぶっ倒してやる。お前こそ真の三国無双だ。竜となる君だ、とどめだ。お任せして。嫌な予感はしてたんだよな。なんで防げなかったんだ俺。兵八、これにやれ。いいぜ、この調子だ。くせえ、ソーヒー、この孫八の相手だ。いいだろう、空の子よ。ここで勝ってやる。この世界でもお前と戦うことになるとはな。手を組むよりははるかに自然な流れで。孫権、貴様にはここで倒れてもらう。対するしかないだと。この俺が人間ごときに。ここは引こう。私にはまだなすべきことがある。左近、義継、利家殿、そして皆、協力感謝する。いやアレスの二枚舌は分かっとったんじゃが、奴らの力は凄まじい。危険を考えると動くことができんでな。確かに、かつて龍禅は人質として囚われていた。秀吉殿もそうなるか、もしくは消されるか。いずれにしろろくなことにはならんだろうな。ああ、だからお前たちの助力が得られるよう一計を案じたのだ。神たちがどこで聞いているかわからぬゆえ相談すらできなかったが、秀吉様は好きにしろと任せてくださったからな。水くせえぞ頭でっかち。俺たちにも先に教えといてくれれば。正則、お前に教えればことは筒抜けだっただろう。今回は三成の判断が正しかった。俺たちが察するべきだったんだ。それにしても方法はあったと思うがな。お前たちはただでさえ揉めるのだから。まあだからこそ神にも気づかれずに済んだが。うまくいって本当によかった。そうだ、はい、お土産だよ。お近づきの印に受け取ってね。これってどっかの地図？ゼウスって神様が降臨する場所みたい。そろそろだって
アレスとアテナが話してたからこっそり盗み聞きしちゃったよ。おお、さすがヌルジャ。おねね様、神相手に盗み聞きですか。露見しなかったからよかったもの。しかし助かったぞ。この情報をもとに次の方策を立てるとしよう。みんなが笑えるよ。俺の志、私頑張っちゃうよ。勝ってやるぜ男福島。よし、うまくいったな。ついにゼウスが降臨するか。なぜこの世界を作り出したのか問う好機だな。わしもアレスに尋ねてみたんじゃが、余計なことを聞くなと突っぱねられたわ。もしかしたら奴は父の真意を知らんのかもな。ゼウスとゆっくり話すなら他の神様はいない方が良さそうじゃね。なんか邪魔されそうじゃし。ならば降臨地点を押さえようぞ。神との闘争楽しまん。なら今回はこの秀吉にお任せあれ。散々迷惑かけたで、ここらで役に立つとこ見せとかんと。じゃがわしの配下だけじゃちょっと心もたない。使える書を少し貸してもらえると助かるんじゃが。ああ、もちろんだ。秀吉殿、よろしく頼む。皆さん、我らの領地に敵が攻めてきたようです。この楽文献、まずは捨て駒となり突撃してきます。待て、楽神殿。先陣はこの馬毛騎が務めよう。待て待て、一番槍はこの男福島以外ありえねえ。皆さん、どうぞ好きなだけ揉めていてください。その間に一番槍はこの井伊の若鬼がいただきます。こら直政、待ちやがれ。てめえ抜け駆けは許さねえぞ。大丈夫か。心配だ。我らも急ぎ向かわん。はい、ネネ殿。私にとって孔明様は夫であり良き理解者でもあります。理解者っていうのはどういうこと？私は発明が好きで、それが高じて戦に役立つへ、孔明様はそれを喜んでくださるのです。軍師の策を隣で支えうる妻は好き。へえ、素敵だね。うちの人も私が戦場で役に立つと喜んでくれるんだよ。ねね、助かったぞって。で、そういう風に言ってもらえると次も頑張れちゃうんだよ。ええ、わかる気がいたします。お互い良き伴侶を得ることができましたね。うん。そこのあんた、髪型結構いい感じじゃない？
おっ、そうそうか。この髪の良さを分かってくれるなんて、お前いいやつ確定。マジで。でもさ、他の人たちはそんな髪型してないよね。ここだけの話だけどよ、実は流行ってんのこの髪型。その流行の最先端を突っ走ってんのがこの俺様よ。へえ、そうなんだ。最先端って超かっこいいかも。だろ、分かってくれて嬉しいぜ。そのことはバカにしてくるやつに聞かせてやりて。ん？何か言った？いや別に、お前となら仲良くできそうだなって言っただけだ。これからよろしく頼むぜ。脅威、お前は職を支えるべく戦っているらしいな。ああ、その通りだ。私のこの神明は食感のために捧げたもの。そのためならばいつ果てようと悔いはない。同類ということか。どういう意味だ。俺も秀吉様が作る天下のためなら命を懸けられる。青臭いだのバカだの言う輩もいるが、俺にとっては秀吉様の世が全てなのだ。そうだったのか。我らの進む道は困難も多いだろう。お互い信念を持って歩みたいものだな。ああ、それはそれとしてだ。確かに、力を合わせ。観光、お前は軍神の子にふさわしい武芸と類いまれなる才を持って、そんなお前と仲間になれて光栄に思う。これからよろしく頼む。ああ、こちら。どうした、ぼーっとしてるみたいだが、熱でもあるのか。いや、少しふらついただけだ。朝から何も食べていなかったせいだろうか。何？そういうことは早く言え。俺の欲しいを分けてやるからな。ありがとう。清正は面倒見がいいんだ。昔から手のかかる奴らが近くにいたからな。これからは。ああ。マサノリよ、聞いたぞ。お前いける口だそうだな。あ、いけるって何の話だ。決まっているだろう、酒の話よ。おお、悪い悪い、そんなら構えることはねえ。そうとも、男福島、棍棒と酒はガチ中のガチだぜ。そうか、お前のような男と会える日を待っていたぞ。どうも私の進化には酒が苦手なものが多くてな、みんな誘っても乗ってこんのだ。心なしか尻込みしている節さえある。お前もか。わかるわかるぜ尊敬。俺んとこの奴らも酒の付き合いが悪くてよ。うん、ここで我らが出会えたのは何かの導きであろう。早速だが一杯付き合ってもらう。話が早すぎるぜ尊敬よ。あれ、酒ってのは勢いで飲まねえとな。男福島。当該殿、俺にその土木の技術。加藤清正殿だったな。大層な熱。秀吉様の皆が笑って暮らせるよう作る、その助けとなりたいからです。自分には笑顔と土木が容易に結びつかぬのだな。皆が笑って暮らせる世の前提は天下の統一、太平の世の到来です。それまでの戦いは長期にわたることでしょう。補給が戦の鍵となりますが、大量の兵糧の輸送は不益となって民の負担となり、そこで土木で治水開発をし、敵地に面した地に穀倉地帯を作りたい。それだけではありません。
太平の世が来れば、それが民の笑顔につながるか。なるほど、よくわかった。自分の経験でよければ。ありがとうございます。お前のその豪奢な身なり、秀吉と言ったな。さては私にずそれはねえわ炎上。わしはここまで成り上がってきたんじゃ。ただの成り上がり者であったから。そういやお前さんも何やらきらびやかじゃの。そうであろう。よいぞ、もっと間近で見て羨むがいい。これこそが代々の名族たる者の華やかさである。じゃがなぜか薄っぺらく見えるの。何を言うか、不遜であるぞ。いや、身につけとるもんはどれも名品じゃ。それはわしにもわかるんじゃが、それがそう、つま、まあそうじゃな。お前さんが本当にキラキラするにはもっと中身を光らせるべきかもしれんの。よかろう。ならばお前に名族の真の実力を。おお、吠えたの。そんじゃわしとお前さん、キラキラしたもん同士で先行争いじゃ。ああ、てめえ何がんくれてんだ。おら、なんだおめえ、いきなり喧嘩吹っかけるとは。他の世界には信じられねえバカがいるもんだな。ああ、バカはてめえだろ。なんかシャンシャン鈴鳴らしやがって。ああ、上等だおら。いいぜ、おめえみてえなバカは大好きだ。偉そうに。けどこの男福島のメンチに一歩も引かねえのはあれ勘弁だっけか。おうよ、気に入ったぜ男福島。これからさ、私こそ真の三国無双だ。2回の戦いはさらに激化。連合軍の領地にまだしても敵勢が攻めてきた。英傑たちは迎撃のため戦場へ向かう。その中には学信、井伊直政、福島正則がいた。くしくも一番槍として名高い男たちである。彼らの行動力、決断力、そして一番槍たちをまとめる馬長の闘志がこの戦の勝敗を握ることとなる。
戦場に一番乗りだぜ。勝手に誇っていてください。本当の勝負はこれからですから。悔しいんだろう、直政ちゃん。素直に治れってなあ。お二人ともあれを、すでに誰かが戦っています。あれは馬隊。敵に囲まれているようだ。ここはすぐに動くのが最善。皆さんお先に失礼します。あ、ほら待ちやれ。一番槍は俺なの。マジで。窮地に陥っている。急ぎ救援せねば。上司流剣山なら俺が出るのが最善です。迅速さにおいて右に出る者はいない。いえ、恐縮ですが、一番槍は私にお任せください。おいおい、一番槍といや福島正則だろ。さあ、馬隊は俺が速攻で救ってやるぜ。待っていてくれ。すぐに助けに行くぞ。なんだ、敵か。いった。おい、奥から卑怯じゃねえか。怖そうな連中だ。早く馬隊を救わねばならんというのに。放っておくと本陣が危険ですね。賊を撃破してから救援に向かいましょう。まさに武人の極みですね。そこまでやるとは思ってませんでしたよ。救援、テウスとなった本陣を我らが守る。よし、敵を一掃できたな。直政殿、素晴らしい活躍だったぞ。馬長殿こそお見事です。褒め合いはこれぐらいにして、馬隊殿の救援を。長の名は伊達ではありません。あなたのおかげでここまでは順調です。いいのは赤鬼がそばにいれば気合も入るというもの。いざ馬隊の元まで突き進まん。もう総司令剣山、敵は全部ぶっ倒してやったぜ。学生、てめえもいい速攻魂持ってんじゃねえか。お褒めにあずかり光栄です。これで馬隊殿の救援に向かえますね。ああ、どうにもうまくいかないよ。助けに来たぞ、馬隊。どうやら俺たちが一番乗りのようだな。まあ当然でしょう。俺たちが彼らに負けるはずありません。バカ、来てくれて嬉しいよ。妙な場所で襲われてもうダメかと。馬隊、助けに来たぜ。リボンってかよ。一番槍の座を奪われてしまいましたね。これでは私の存在意義が。平八、これにあり。
かけ、来たれ水流。を釣り出せたようだな。伏兵部隊出よ、一気に殲滅するのだ。兵八、これにより。この敵の数マジやべえ、どうすんだこれ。この隙に敵本陣も落としてしまえ。威猛な槍にかけ、来たれ水流。死ぬに切れるか。耐えるのみ。超新人を救援しないとまずそうだよ。けどこのまま行ったら周りの敵もついてくるね。よし、俺が伏兵を引きつけつつ敵本陣に迫る。その隙に他の者は味方本陣に向かってくれ。速やかに本陣を救援し、南から敵本陣をつく。そうすれば強撃の形を取れる。最善だ。とにかく本陣の救援に向かいましょう。仲間たちの思い、無駄にはできません。敵引き連れて本陣へ殴り込みだ。男福島の出番だぜ。さあ本陣に急がないとね。助けられた恩返しちゃうよ。敵将撃ち取ってたり。俺より強くね。勝手な真似はさせん。手八、これや超死竜剣山。直政殿は素晴らしい方です。しかし一番槍を譲るわけにはいきません。俺も譲るつもりはありませんよ、学神殿。それに投擲士はもう間に合ってますか。金馬町の戦って超燃える。俺あんたと一緒でよかったぜ、マジで。それは俺のセリフだ、マサノリ。熱いお前と一緒ならどこまでもかけられる。集大殿、影勝殿、ご無事ですか。ずいぶん早いな。あれだけの伏兵を突破してきたというのか。これにあり。異様な槍にかけ、来たれ水流。敵のお出ましか。超死竜剣山。兵八、これにあり。兵八、これにあり。異猛な槍にかけ、来たれ水流。
嘘だ。我が年中の記憶が負けるなんて。超死竜剣山。信じておった。平八これにあり。てら。超死竜。勝手な真似はさせん。さあ参れ。遠慮はいらんぞ。平八これにあり。超死竜剣山。ラウンド。手で打破せねば。本陣が安全となった今、敵大将を撃つのが最善。南から攻め、仲間と力を合わせて攻撃する。いよいよ敵大将に突撃ですね。皆で協力すれば必ず勝てます。よし、敵の本陣へ向かおう。仲間もきっと信じて待ってるはずだよ。ならば我らは冷静な刃とならん。座毛騎水産、はあ、我が槍で敵陣を貫かん。オラオラオラ、大将出しやれ。ガチの殴り込みだ。直政殿だっけ。君が一番槍にこだわっているのはどうして。俺が最前線を担う。それが主にとっての最善につながるからです。へえ、とっても主思いなんだね。でも君自身のことも大事にしなきゃダメだよ。学信殿は随分一番槍にこだわってるね。何か理由があるの。最前線で戦い、私自身と兵の恐れを払う。それぐらいしか能がありませんから。そんなことはないと思うけど。謙虚も度が過ぎると大変だね。受けてみろ。今日はもう勘弁してやる。やる。オリンポスの神の戦、目に焼き付けるがいい。もらおう。反省点の多い戦だった。これを糧に俺はさらに精進せねば。一番槍だけでは戦は成り立たない。後方支援と仲間の大切さを学びました。これでもう安心だね。仲間が無事で本当によかったよ。みんな助かったよ。
よ、本当にありがとう。ってあれ、なんでそんなに神妙な顔してるの。一番槍の甲に気を取られ、本陣を手薄にしてしまうなど、ダメだダメ。私も反省しています。本陣のお二人には申し訳のないことを。気にするな。うむ、先陣四人の力で。先陣で頑張る人がいて、後ろを支える人がいて、みんなで助け、君たちの関係ってすごくいいよ。俺もその仲間に入れてくれる？ああ、もちろんだバタイ。これからよろしく頼む。俺の出番だね。よし、うま、これは執着。簡単なお仕事って何ですか？あと難しいお仕事も。え？俺の仕事に興味があるの？君どこまで知ってて。にゃ、ここだけの話にしておきますから。まあそうだね。一番簡単なのは戦で誰を倒せとかかな。わかりますにゃ。簡単なお仕事ですよね。逆に難しいのは和歌のお守りかな。ほんと言うこと聞かないし、熱すぎるし、すぐ怒るし、正義とか言って飛び出していくし、とにかく予測不能な事態がよく起こるんだって。死なせないために頑張るってよくわかります。でも俺は和歌を守るって決めてるからね。これからも何があってもついていくつもりだよ。和太さん、わかります。感動したっす。私も。そうか、お互い頑張っ。わあ、どう、びっくりした？俺、人を驚かせるのが大好きなんだよね。かほどのことで驚いていては。だけど、物の札って無敵じゃないよ。疲れが溜まってやられちゃったりとかさ。もしかして最初のワーに反応しなかったの疲れてたからじゃない？もう驚くこともできなかったんじゃ。ごちゃ、あれ、怒らせちゃったか。気さくに近づけばすぐ打ち解けられるかなって思ったんだけど。みたいだね。まあこれからおいおい仲良くなっていけばいいか。私こそ真の三国無双だ。
怪物を手なずけた人間と派手な身なりの大男が神の軍勢と戦っている。報告を受けた前田利家は困惑していた。妙な話だが戦力になれば心強い。利家は仲間を連れてその地へと急いだ。利家、わらわもこの戦に加わるぞ。あの生き物とダチになれる者がいるとはすごいの。わらわはその者とダチになりたい。まあそいつも気になるんだけどよ、俺は腕の立つ派手な大男の方が気に。教えよ、あいつとは誰じゃ。知り合いでもあり家族でもあり。おお、それはきっと大人物なのじゃ。わらわはそんなも。おいおい、ダチってのは大きりゃいいってもんじゃねえだろ。婦人から察するに敵の狙いは中央の砦みてえ。ってことは仲間にすべき者らは砦のうちにおるということじゃ。急ぎ助けに行くぞ。バカな、押されているだと。撃ち取ったり。人間どもの新手か。服従せぬならともどもに一掃するまで。服従か死かってか。何様だ、あいつぶっ飛ばして金利デモンを教えてやろう。刑事、噂の派手で強えやつってな、やっぱてめえか。ほほ、お辞儀かい。なんだそこであんなんざ奇遇だね。来てるとは思ってたが、こんなとこにいたのか。たく、相変わらずのはぐれ雲だな。派手にやってくれるね。おお、空飛ぶ獅子なのじゃ。かっこよいの、可愛らしいの。ぶったまげたぜこりゃ。怪物が味方についてるって本当だったんだな。ここにはいろんな仲間がいるんだな。俺みたいなハブレズムの家族扱いさ。世話になってるってな。礼を言うぜ。わらわも刑事の仲間じゃ。共に戦ったゆえ、ダチと言ってもいいかの。私は宿友、仲間が増えてくれて助かるよ。ご覧の通り、まだまだ敵がいるからね。わしは大王を猛角。おめえら手を貸してくれ。あいつがいきなり襲ってきやがったんだ。受けてみろ。言うぞ、おめえ見どころがあるぜ。刑事、気持ちのいい暴れっぷりさね。惚れ惚れするよ。ありがとうよ。好きな人に褒められるのか。男冥利に尽きるね。この猛角、暴れっぷりなら刑事に負けてねえ。見ててくれ母ちゃん。返す。嘘だ、俺が負けるなんて。刑事のこと随分信頼してるみてえだな、あんた。
てえなもんだからな。おめえが刑事の家族ならもうわしとも家族だ。何者か何をしたかなんて関係ねえ。わしの家族だったら死ぬ気で守ってやるだけだ。やるのう、褒めて取らすのじゃ。駆け引きの妙見せてやろう。そちたちのことをもっと知りたい。欲しいよ。猛角の申す家族とはどういうことじゃ。まどろっこしい言葉なんかで語るもんじゃないよ。うちの人の背中見てな。じきに分かってくるさ。シクヨのかっこよいということは分かったのじゃ。触れてやるわけにはいかん。しゃあ、砦の周りの敵は片付いたな。あとは敵の親玉叩いて出てってもらうだけさ。あんた敵陣こじ開ける準備はできたかい。おうともよ。このでかいのならどんなもんでも一発よなあ。敵の本陣まではわしらが守ってやる。頼んだぜ、でかいの。あそこは毒沼だからな。東から回り込むんだ。あたしらは慣れてるから平気だけど、あんたたちは気をつけな。死ぬ剣山。わしらは敵の親玉を踏み潰してくれ。その間ここはこいつらに守ってもらうぜ。砦を怪物に任せちまうのかよ。おうともよ。あいつらはわしの家族だからな。あいつらがこの辺に現れてからずっとわしらは一緒に戦ってきたんだ。空飛ぶシシラはかわゆいの。この子らと共にわらわも砦を守ろうぞ。よっしゃ、守りはお前さんたちに任せた。俺は気の赴くまま進ませてもらおうか。あんたらに戦人はいねえな。こんなんじゃ肩慣らしにもなりゃしねえ。増援攻増援攻、やつは危険だ。さすがは刑事だ。あいつが暴れてるってだけでこっちの敵もどんどん向こうに行っちまう。軍の規範に従わず一人で振らせ、我が規範ならば厳罰に処しているところだ。はあはあ、戦いってもんに基礎なんじゃないぞ。騒がしい奴がいるようだが、とっとと数で黙らせろ。貴様もやっと本腰を入れますってかい。にしてもこのタイム、ずいぶん俺を買ってくれたもんだね。刑事が敵を引きつけてるおかげもあって、あと少しだな。ああ、だがよ、その刑事も限界じゃねえか。誰か、あいつの様子を見に行ってくれ。承知した。すげえな。おめえ見どころがあるぜ。追い詰めるためには手段を選ばない。このままではまずい。共にいざ参る。早い。囲まれてるみてえだ。このままじゃ。あんたの仲間がかね。すぐ助けに行くよ。やるのう、褒めて取らすのじゃ。こいつら知り合ったばっかの俺の仲間まで助けようってろ。しかも何の迷いもなくよ。あんた随分辛そうだ。そんな生き方きつくないのかね。
もちろん辛いわ。だから待っているの。憎い男を消して悪夢を終わらせる日。よくわからぬの。美しいのに悲しい女子なのじゃ。見上げた野郎だぜ。お前はほらあんたしっかりしな。かたじけない。これで大丈夫だな。ほらほら進むぞ。怪物を連れてここに向かってきてる。あの図舞台を使ってモンゴも壊す気か。小座が死んだ。潰してしまえ。受けてみろ。ここまで来たってのに邪魔しやがって。ぶっ飛ばされてえのか。ここは俺たちに任せてくれ。猛角はこのまま敵本陣の門を頼む。受けてみろ。私の知略が破れようとは。こっちも派手にやってるね。おじごもやっぱり歌舞伎者だ。刑事、西で好き勝手暴れてたんじゃねえのかよ。おかげで助かった。ありがとよ。やるね。あんたからは一本飛んでた道みたいなものを感じるよ。それが我が指導か。敵伝相手ならば良き戦いとなりそうだ。これぞ無双。総指導剣山。はぁ、せや。引くしかない時もある。くっ、逃げるしかない。俺が叶う相手じゃねえか。いいね、もっとやってやんな。決める番だよ。よっしゃ、これで目込め。でかい面しての親玉をひねり潰してやれ。上司の剣山。本気で神に立てつこうというのか。矮小な人間の分際だ。神だかなんだか知らねえが、この猛角様がきれいさっぱり平らげてやるぜ。火の神の末裔も相手になるよ。さあ燃えちまいな。神様相手に戦えるとは男冥利に尽きるね。そう楽しもうか。一見落着ってやつだな。猛角、しくゆ、あんたらの神技見せてもらったなあ。俺たちの仲間に会ってくれねえか。トシエの仲間か。いいぜ。よし、あいつらも。この子たち、野生が恋しくなったみたいだ。気をつけて帰りな。元気で暮らすんだよ。改めて皆にお願いするぞ。どうか。水くせえこと言うんじゃねえ。わしらはもう家族だ。そういうことさね。困ったこと。ああ、猛角たちは。なあ、おれ。ひっ。わら。大王猛角。火の神の末裔祝。大派手にかぶこうか。よし、これは終じゃ。
しめな。あんたも若い時にブラブラしてたそうじゃねえか。このはぐれ雲と気が合いそうだね。俺の場合は家が裕福だったからな。それは思う存分ブラブラできたぞ。困っている者に財産を分け与えたり、高名な人物に会いに行ったり、今思えば充実した日々だったかもしれん。なるほどね。あんたの奴隷はその日々に培われたってわけだ。ゲジ、お前のその豪放雷楽な姿勢も放浪時代に培われたのではないか。どうだかね。俺の場合は気に入らねえ。そしてお前が出来上がったというわけか。おう、そうやってまたブラブラしてたら、お前にかかってはこの乱も放蕩の。宿友殿、あなたは火の神の末裔と聞いた。ああ、ありがたすぎる。ちょっとお待ちよ、いきなり拝むなんて。ああ、心当たりはもう一人いるが、この際俺ということで大丈夫だろう。どうか宿友殿を拝ませてほしい。火の神に家計成功の祈願をしたいのだ。何言ってんだい。家計が好きならまずは限界まで腕を磨きな。それでうまくいかないって言うなら考えてやるよ。そうか、そうだな。実力で成功させてこそ本当の価値ある家計だ。さすが火の神の末裔、ありがたい言葉をもらったぞ。そんな細っこかったら力も入んないだろう。今日は私がたっぷり食わせてやるよ。さあついてきな。それはありがたい。あなたの料理の絶妙な火加減からも学べるものがあるはずだ。ね、宿友。そうさね。うちの人は心も体もでかいのが取り柄なんだ。そこに惚れ込んでるんだ。私もうちの子たちも。うちの子ってあんたの旦那の仲間たちかい？そうだよ、みんな可愛い大事な子供たちだから私がしっかり守ってあげないとね。いいね、気に入ったよ。ねね、あんたとは気が合いそうだ。私も会った瞬間からそう感じてたんだよ。ああ、気合い入れて家族を守っていこうじゃないさ。おう、でけえの。お前なかなか器もでかそうじゃねえか。ふっ、当たり前だぜ。わしは何ちゅうの家族全部をまとめてんだ。大王ってのはこけ落としじゃねえぜ。へえ、家族ね。似たようなことを言ってるやつもいるもんだぜ。まあそれならガテンも行く。そういうおめえもどっしり構えてる感じがするな。でっけえもんを守ってるような。でけえかはわからねえが、家族や領民を守るって気概ならてめえと同じだぜ。気に入った。いい仲間ができて嬉しいぜ。こんな時は一緒に腹いっぱい食うに限る。おう、どうぞ。私こそ真の三国無双だ。
連合軍はアレスと総比を激闘の末破った。仲間となった豊臣秀吉らは連合軍に貴重な情報をもたらす。オリンポスの主神ゼウスがついに降臨するという。この異界を作り上げた意図を知るため、そして何よりも人間と神の戦いを終結に導くため、連合軍はゼウスとの対話を目論。連合軍はゼウスが降臨する場所に向かい、その時を待つ。異界の運命は神との対話の成否にかかっていた。ついにゼウスさんに会えるんですね。ちょっと緊張します。この世界で何をしようとしているのか素直に話してくれればいいが。正直難しいかもしれんの。じゃが敵を知っておけば今後の役に立つじゃろう。アレスとアテナも本気を出してくるだろう。皆心してかかるのだ。そんなの言われなくても分かってるっつうの。これは俺たちの未来を左右する。神との喧嘩気合入れてかねえとな。しゃあ頼もしいの。それじゃあ行くで。あいつら来とったか。やっぱり読みは当たりちゅうこっちゃ。数からしてアレスたちの先遣隊でしょう。今のうちに例の地を押さえる。受けてみろ。ゼウスさんはとっても偉い神様なんですよね。なんでここに来るんでしょう。それは今から本人に聞けばええ。アレスたちに邪魔される前にな。この借りはいつか返すぞ。敵の頭に直にやって決着つける。敵のこういうとこマジしびれる。感心するのはいいが役目をおろそかにするなよ。俺たちは味方が霊の地を抑え次第守備に向かう。大切な場所を誰にも奪わせない。一生打ち取ったり。もう何も奪われたくなかった。その腕尊敬しています。降臨地点を抑えろだ。暴れるだけじゃダメなのかよ。そうみたいだね。ちゃんと周りを見て動けよ。あんね。戻って策の練り直しだ。強者とまみえるは困り。来い。なんというぽよ。よっしゃ、ゼウスが降りてくる場所は押さえたな。よかった。戦もはかどるわ。なぜ奴らがいる。守りに当たっていた人間どもはどうした。秀吉に先手を打たれたのだろう。神が人間に翻弄されるとはな。連中も来たか。かー、なんちゅう数じゃ。奴らにとってゼウスの降臨はそれほど重要なことなのでしょう。全軍降臨の地を守れ。敵を一人でも入れれば敗北と心得よ。総比、これは貴様の失態だ。人間の過ちは人間の手で正す。ならば彼の地を奪い返せばいい。手か。
上等だ。体張って守り抜いてやる。例の場所を取り戻すなんて言われても正直気がならないんだよ。それでも義務は果たすべきである。命令違反は厳罰に処す。敵将軍討ち取ったい。へえ、皆さんでお出ましとは。ドス地縄じゃ行かないみたいだね。とどめだ。上等じゃねえか。こっからが本番だぜ。このウグイ族と厳正なる勝負。リン・マンセイ、またの名を勘が冴える男ってか。はい、よい。ここは引く。よし、まずい。はよ、パウンジャー。今はなんとか守れています。ですが、敵の増援が続けば押し切られましょう。このままだったらいずれ全滅っちゅうことが。ミツラに、なんとか短期決戦に持ち込めんか。奴らはゼウス降臨前に型をつけたがっているはず。我らが攻勢に転じれば乗っときましょう。ウバタルタ、タイナ、仲間に任せよ。リュートなき意だ。とどめだ。戦果を見せるは恥だが、受けてみろ。こんな見事に負けちまうとはな。その腕、尊敬しています。それがしは宗妃殿のお考えに従う。誰が敵であろうと揺るぎます。そろそろ敵もしびれを切らす頃じゃな。ええ、今なら食いつきましょう。私が餌となります。三成、好意にじれて出てきた。望み通り撃ってやろう。長子竜剣斬。うん、じれたのはどちらだろうな。我らも続くぞ。よっしゃ、魚が食いついたね。三成を援護しつつ敵の主力をたまげ。平八、これにやれ。三成殿の策は実に見事。決戦に持ち込み勝利を引き寄せると。そうですね。なんか空気がピリピリしてきたような。あの光、何でしょうか。
くわしの力を受け入れられるだけの準備が整ったか。ラキのせいで余計な時間がかかったわ。すっかり待ちくたびれたぞ。ここが新たなるわしの世界というわけだな。それは違う。私たちは理由も聞かずあなたに従う気などない。あのここで何をしようとしているんですか。さて知りたいなら力ずくで吐かせてみるか。父め人間どもめ俺に恥をかかせやがって。共にいざ参る。おいおい。イラクキラキラしたいの。とどめだ。人間よ、全力で来てくれて構わんぞ。超支援マイル。なんという威圧感だ。これは私たちの手に負えるんでしょうか。うっほー、こっちに来よれ。超支流一心を担として守り抜かん。いいね、その調子で頑張んな。ウバタラキカイン、よった、戦もはかどるわ。超支流、いいね、その調子で頑張んな。我が君に逆らう者は誰であろうと許しませんわ。違うぞ。このままではどなたかご助力願いたい。もうこれ以上は。ごめんなさい。獣の相手などうんざりですわ。力及ばずか。申し訳ございません。人間に何をするつもりなんじゃ。そうだ、拳で語りに来たというのはどうだ。人間とは分かり合うために争うのだろう。マサノリみたいなことは。とにかく話をするつもりがないのは分かったで。わしに逆らう姿に心打たれる。オリンポスではめったにない光景。英傑たちよ、楽しかったぞ。またいずれ会おう。人間のように振る舞っとるが、凄まじい威厳じゃ。ああ、なんともつかめんやつじゃ。ゼウスの力。あれほどとは。でも本気ではなかったみたいです。私たちの力を試していたような。ふざけた神だ。わしらもアレスたちには十分対抗できとったし、もうちょい力をつけりゃきっとなんとかなる。あっちの戦力もそげたしろ。始まる前から嫌な予感はしてたんだ。敗者は勝者に従うのみ。似るな。だったら秀吉様のおっしゃる通り、俺たちこうなった以上仕方ないよな。わかった、
これからよ。右分速。予感的中お手。よし。これは執着。なるほど。我らの元に残された腕輪はただ一つか。戦界の助力を受けた人間たち、そしてロキ、わしに逆らう者はまだまだ多いというわけだな。申し訳ございません。私たちの力が足りぬばかりに。そう気に病むな、我が娘よ。この方が面白くてよいではないかなあ。だがアレスよ、人を騙すのならばもう少し知恵を絞らねばな。彼らはなかなかに頭が回るぞ。はい、父上。大変です。ロキが前線の城へ向かって進軍中とのこと。アレス軍も別の方向から攻め寄せています。双方を同時に相手にせねばならぬとは。戦場は地獄とか。前線が崩壊すれば今後の戦いが不利となりましょう。急ぎ防衛に向かわねば。何か用か、氏康。今早馬から報告があってよ、妖魔に襲われてる村があるらしいんだが、村の連中が奇妙な術を使って妖魔の猛攻を食い止めてるらしい。お化けさんよ。人が集えば様々な問題が起きる。私こそ真の三国無双だ。妖術を使い民を守っている者がいる。奇妙な噂を耳にした北条氏康は風魔小太郎に調査を依頼した。風魔小太郎、その混沌とした言動で敵味方問わず煙に巻く忍びだが、術に通じているのは確かである。小太郎は氏康の命令通り村に向かった。
彼の思惑は誰にもわからない。お、ピンときた。村を守ってる連中を助けに行くんだろう。俺も一緒。なんか嫌な予感がするんだよな。お、誰が噂の連中だな。早いで助けよう。あいつら、まさか黄金刀か。浮かない顔だ。ちょっと嫌な予感がしてな。けど助けないと、あいつらがやられちゃう任務を果たせない。とどめだ。これぞ天の采配。助太刀をお頼み申す。これぐらいにしといてやる。助かった。こちらはもう大丈夫だ。向こうで戦っている我が兄弟の救援を頼む。我が棍棒のサビにしてくれるわ。竜となき水だ。とどめだ。食べないで。破壊が好きか。おお、異界にさまよいし我らを救ってくれるか。そなたらはまさに天が使わしたい。いざこの聴覚と共に異界の民を守らん。そして愚者どもに天罰を与えようぞ。受けてみろ。天罰。覚えておけよ。食べないで。これぞ好天の奇跡。我らに逆らう愚か者には天罰が下った。もしや手を貸してくれるのか。危ういところだった。礼を言う。ただものじゃなさそうだな。そうとしか思えないぜ俺。天罰がもう一度見たい。なんとくそんな。我が力は天より授かりし奇跡。見せ物ではない。なら奇跡を願う戦場にしてやろう。嫌な予感の正体はこれよ。小太郎、あんた救うべき人を襲ってどうすんだ。さあどうするのか。拉致が開かねえ。とにかく小太郎を止めるしかないか。A8 これにやるよ。なに、敵の増援が現れただと。はい、我らの先陣は壊滅させられました。しかし敵は急に内輪もめを始めたそうで。内輪もめ、来たれ。
今のうちにこちらも増援を呼ぶぞ。太郎のやつ変身したな。本体を攻撃すればおとなしくなるのか。ピンときた。本体はあいつだ。今から倒してやるぜ。まとわせは得意か。次鬼ごっこだ。そなたの計らい天も見ておろう。あんたただ者じゃなさそうだな。そうとしか思えないぜ俺。上司流剣山。してくれよ。あなたほどのお方そうはおりませんぞ。よう、敵とはあいつらのことだな。目に物を見せてくれようぞ。共にいざ参る。はよい。はあ、兄上大変です。敵の増援が現れました。もう味方とやり合ってる間に何やってるんだ俺。蒼天の声案ずるでない。これはちょっと天が与えたもうた試練ぞ。長保長龍、天に祈るのだ。奇跡の力で敵を撃退しようぞ。承知しましたぞ兄上。どうしよう、死闘の間我らの護衛を頼む。こいつはピンときた。何かすごい術だよな。守りは俺たちに任せとけ。天の力みなぎってきたぞ。いざあの者どもに天罰を。あんたまで分身するのかよ。まあ味方が増えるのならよしとするか。この間だ、攻め滅ぼしてくれる。以上の腕よ。天も
奇跡が今こそ逆らう輩に手を出すのなんだあれはライオン落ち着けこんなのまやかしだ無視してあー奇跡がいっぱいだよそりゃあんたはまた邪魔する気じゃないだけだ安心しろ今のところに分身一体奇跡だな もたついているか我が召してやろうあいつが敵の総大将だ奴を撃ってこの騒ぎを終わらせる異界の民を惑わす元凶よ大剣漁師聴覚が騒ぎを下してくれる攻撃戦破壊が好きかメッス加減はせぬぞコタロウとやら改心したようだな天に従えば万事を同志として認めよう同志万事は新たな同志よさあ共に好天の世へ邁進しようぞ聴覚あんたの天の奇跡ってやつすごすぎだろ正直黄金刀にはいい印象がなかったがあんたは民や俺たちを助けてくれたありがとな我は天意に従い苦しむ者を救っただけよそういえば小太郎とやらそなたの術もなかなかのものであったぞじゃあ組もうかおお天の奇跡と小太郎の忍術の融合とまさすればこの異界を好天の世に導くこともいや仲間になってくれるのは嬉しいけど術はほどほどにしてくれよ天意はこの俺はしゅよしこそ真の三国無双だ